続きまして、八組目をご紹介いたします。リーサスアプリコンテスト最終審査会。八組目はコードフォー名古屋リブログ合同会社の皆さんです。作品名は秘境駅ランキングです。ご準備はよろしいでしょうか。それではプレゼンテーションスタートです。あの秘境駅ランキングの方を作成させていただきました。コードフォー名古屋の青島と渡辺と言います。 よろししくお願いしますで飛境駅とはあの山奥や原野などにあの人里離れた箇所に存在する鉄道駅のことを示した故称でありますけれども到達困難な場所であるほど人はそこに魅力を感じ到達欲求を駆り立てられたりもします。 で飛行機は日常的な利用者がほとんどおらず、まあ、駅やその路線が廃止されることも多いため減少傾向にあったりしますそこであのリーサスのデータの方を活用し全ての駅のデータを対象にあの飛行機ランキングを作ることで新たなる価値の創造に、まあ、発見につながるのではないかと思ってでちょっと作ってみましたで飛行機を判断する基準として飛行度、雰囲気あの列車到達難易度あと外部到達難易度 鉄道遺産指数の五つの項目をがありまして、まあ、それを二十点満点で判定し、総合評価をまあ算出しています。非強度はまあ、リーサスの人口構成と、人口、まあ、観光資源ですね。のもとに、数の少ないものを高得点として、あの、判定しています。 で雰囲気なんですけれどもこちらは駅舎、まあ、待合室、まあ、周囲の建物から建造物などの古い歴史を感じさせるでこちらはウィキペディアからあの駅の開業時期と取得し、まあ、開業時期の古いものを高得点として雰囲気の方を出しています。 で3つ目にあの駅、まあ、列車到達難易度ですねこちらの方停車する列車が極めて少なく、まあ、鉄道を使って飛行機に到達する難易度の方を表していますでこちらは国土数値情報の乗客人数のほうをもとに少ない、まあ、乗客の少ないものを高得点として判定しています。 あと外部到達難易度なんですけどもこちらのは駅までの道がない場合など最も高い、まあ、歩道、まあ、未舗装の林道、まあ、自動車やオートバイでの到達が困難な、まあ、東京から飛行駅までの距離と時間を割合でまあ時間を出して、まあまあ、これ全部グーグルのマップをちょっとたいて、まあ、距離を出してまあ計算は高度圏に出しています。 で次に鉄道遺産指数なんですがこちらの方はスイッチバックループ、引き込み線、まあ、配線跡などの鉄道移行が存在するかをちょっと判定していまして駅の付近に鉄道移行の有無を判定し存在する駅の方を高得点としてまあちょっと判定しています。で、広い駅ランキングの方うは、まあ、全国ランキングをまあ単純にまず一番最初、表示の方をしていまして。 まあ全部三十位選、ね、出してまして、その後あの都道府県ごとで、まあ選択す、まあ絞り込みをすることも可能となっています。で、あと地域地域の人口と駅の乗車人数の方の抽出条件も設定することができます。 まここの抽出条件によって、ちょっと1駅のあのランキングがちょっと変わってきます。で、抽象条件の方は10万人、都市でまあの乗車人数が0人みたいなデータがちょっと存在したりもしてたますので、それらを排除するために設けています。で、地域人口5000人以下でえ。あと駅の乗車人数が1000人以下が。 でちょっと検証であの駅の方に行ってみますとここ大添駅って言ってまあ静岡県のあのちょっと氷氷の方になるんですけれどもちょっと家があるんですけれどもちょっと一位っていうランキングでちょっと自分の中まだランキングとしてちょっと甘いかなというのでちょっとあの出してみます。でここが小和田駅って言ってあの氷氷の伝説の3位に入る氷駅でここがちょっと十三位だじゃないわになってるのはちょっと。 ちょっと少し甘いところもままだありますで中井沢村ララってこれもなこれもまたすごいあの長野県の秘境駅なんですけれどもここは結構いい感じに来てるまこつくられと確かすな下の方のランキングなんですけどでいい小沢駅ですねここは結構いい感じの評価でなってますちょっとちなみに全部行ってきましたあの秘境駅飯田線ですけれども。 こここも結構12位でちょっと漢字の何か難読駅っていうらしいんですけど読みにくい名前のところで結構いい感じで卑怯で、まあ、12位っていうのはいい妥当な背中でここが何グリ駅っていうけどちょっと名前ちょっと忘れてしまったんですけどここもいい感じの駅ですねちょっと向こうの方に鉄橋があってちょっといい感じの駅でしたでここ平岡駅ってちょっと5位になってるんですけどちょっと見ると都会なんですよ これもちょっとランキングとしてはちょっと甘いという、まあまあ、正直こういうのもあってあのデータの精度をちょっと高めていきたいと思いますね。ここ温大駅っていってここは確かにちょっと見たんですけど人口の多いところだったんでランキング外という形になっていてこれもちょっと飯田線の途中にあるところで、まあ、ランキング外はまあここはちょっといいかなというのは、まあ、大体いい感じなのかなと。で毎年氷域のランキングをまあ続けていくことで氷域の話題を提供し付加価値を高めることで、まあ、そこの駅の利用価値、まあ、利用者の増加に。 つなげれてあの廃止路線を減らすことができればいいかなというのはちょっと思っています。で飛行機はただ降りるのとまあ通り過ぎるわけではなくて降りてその意味をちょっと感じてほしいというのはあの飛行機で行った人間からちょっと思ったことをちょっと紐ついています。はい、ありがとうございました。したでは質疑応答に移らせていただきます。関さんお願いします。 はい、of Japan の関ですあのプレゼンのだいぶの時間を使って駅を紹介していただいて <laughs> あのすごい楽しんで作ってる様子がですね。<laughs> やっぱ、はい、実地検証が一番大事だと思ってたので <laughs> ちょっとそこはやっぱり時間を入れて <laughs>、はい、あのすごくあの僕は大好きなプレゼンテーションでした <laughs> あの実際あのこの、聞いてですねだんだんタモリクラブを見ているような気分になってきてですね。<laughs> あのデータで示すのもいいんですけどやっぱその好きな人の思いみたいなそういったところをもっとあらこの出てくるサービスだとより面白くなりそうだなというふうふに思ったんですがその辺何かアイデアとあれば教えてください今はもう単純にランキングの精度を高めることにまあ注力してたんですけれども やっぱりブログとかそういった個人のなんか情報とつなげてランキングと表せまあ連携リンクすることによってなんかより一層なんかなんか情報としてなんか価値があるものになるのかなというのちょっと自分も思っていますが、まあ、それでなんかそういう,うにちょっと今後、改修とかはやっぱしていきたいなと,ちょっと考えています他にご質問はございますでしょうか。 では庄司さんお願いします。はい、ありがとうございます。あの非常に独創的であの面白いなというふうに思いました。あのでこの。 そのランキングの精度を高めていきたいというふうにおっしゃってましたけれどもそのためにあのこういうデータが必要だとかですねよりその卑怯度を表すためには本当はこういうのがあった方がいいとかその辺のこだわりをあれば教えていただけれそうですねやっぱ立地検証によって分かったこともまあ正直あって、まあ、あのさっきの午後の段階で何がちょっとうまくいってないかというのもちょっと分かっていて一個のまあ要因としては外部 到達難易度っていっと,いというのまあやっぱ Google ググで東京からあの飛行駅までの距離と時間ちょっと出してみたんですけれどもそれだと実際なんか本当の意味の飛行駅の大変さっていうのはあの駅からその道路までに到達する難易度っていうのが一番大事でだからそこの道路までの駅から道路までのなんかそういううまいロジックをなんかちょっと作りたいっていうのを今ちょっと考えていて。 その普通に一番ランキング一位になっている飛行駅っていうのは、まあ単純に言うとたどり着けない、そういう道路に。だから、そういうのをちゃんと正しく、なんか判定できればいいかなと、ちょっと思ってます。ありがとうございます。他にご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。では、八組目のプレゼンテーションを終了いたします。どうぞ皆様、拍手でお送りください。